操縦訓練を続けているホーバークラフトについて、佐藤知事はこの秋の就航を目指していることを改めて示しました。2週間前の会見の時とあんまり状況は変わっておりませんでですね、許可申請中でありますので、許可が出れば就航するということで。今日の定例会見で記者の質問に答えました。大分市と大分空港を結ぶホーバークラフトは全部で3席あり、運航会社の大分第一ホーバードライブが去年11月から訓練を続けていますが、就航時期を今年の秋としていて、まだ具体的な日にちは発表されていません。訓練については国が定めている操縦士の訓練時間40時間に、安全な運航を目指して運航会社が追加した100時間の合わせて140時間以上を目安にしています。現在は60人分に見立てた重りを乗せた操縦訓練をしていて、在籍する7人のパイロットのほとんどが今月中に140時間に達する予定ということです。また現在は国交省に出した航路申請の許可を待っている段階です。国内で、他に運航の事例がないんでですね、やはり訓練の状況でありますとか運航体制とか、そういうところの確認をですね、今運輸局の方で慎重に審査をしている。期待はしたいけれども、やはり安全が確認できてから、しっかり安全の対策ができてから出航してもらうということで、思ったよりも時間がかかっていると、そういう状況であると思います。一方、大分第一ホーバードライブの小田則文社長は、秋の就航を目指し、少しずつ足並みは揃っている。国交省の慎重な判断はむしろありがたい。安全第一に進めたいとコメントしています。